トランスマッシュホールディングは、ロシア連邦、モスクワに本社を置く、ジョイントストックカンパニー。ロシアにおける最大の鉄道車両メーカーであり、国内各地の鉄道車両製造工場などを参加に、収めている。ロシアの実業家であるイスカンダル・マクムドフと、ドミトリー・コルサコフによって2002年に設立された、輸送機器メーカー。当時のロシア各地の鉄道路線では、 ソビート連邦時代に大量生産された車両の老朽化が進んでおり、それらを置き換える新型車両の大量生産に正気を見出したことが設立の理由とされている。2006年以降は連邦反独船長からの許可の下、ソ連時代から創業を続けていたロシア国内各地の鉄道車両メーカーを参加に置き、各企業間の連携を強めている。また新技術の導入にも、 積極的に取り組んでおり、多数の海外企業と連携し、合弁会社を設立している。さらに、ロシアや旧ソ連各国以外のみならずアルゼンチンをはじめ、世界各地への進出にも力を入れており、2018年にも南アフリカの充電大手である DCD の株を所得し、南アフリカにおける投資を強めている。2013年時点での世界の 鉄道車両市場における売り上げは約4000億円で中国、北車、中国南車、ボンバルリアトランスポーテーションに次ぐ世界第4位の規模であった。2018年現在、トランスマッシュホールディングの株はオランダの持ち株会社であるザ・ブレーカーズ・インベストメンツ BV が100%管理しており、それを介してアルストムが20%、 経営陣や投資家たちが80%所有している。このうちドミトリーとキリルは支配株主である。2015年まではロシア鉄道も株を所有していた。2019年の時点でトランスマッシュホールディングは以下の子会社を所有している。ありがとうございます。